パープル暗号、パープル暗号、パープル暗号、パープルは機械式暗号の一種。太平洋戦争の開始前から敗戦まで日本の外務省が使用していた正式名称暗号機 B 型通称97式オーブン印字機による高暗号に対してアメリカ軍が付けたコードネームである。アメリカ陸軍は日本の機械式暗号に対して主に虹の色に 由来するコードネームをつけていた。パープル暗号はその一つである。アメリカ海軍では M-5 と呼ばれていた。日本の機械式暗号にはこれらの他にも何種類かあり、大日本帝国陸軍、イカ陸軍というにはアメリカ陸軍、コードネームが不明の97式印字機があるので、名称を混同しないように注意が必要である。各暗号機を カエジ原理で分類した表を示す。外務省暗号機は海軍技術研究所によって生産された。陸海軍で同じ名称の暗号機97式印字機が制定されたのは偶然である。パープル解読によって得られた情報をアメリカ合衆国政府はマジックと呼び以下の限られた政府交換だけに配布した。パープル暗号を作成するには 句等点コード、暗号機本体、過激薬が必要だった。パープルは、AZ の26文字だけしか扱えず、数字やスペースはない。それで原稿文字通りに打検することはできなかった。通常、原文は、ヘボン式ローマ字にして入力する。入力時に、句等点、重要語句、記号及び数字は専用コード、パンクチュエーションコズを用いて2文字。 または三文字のアルファベットに置き換えた。一通の伝文が、長文の場合はに分割して、前後を入れ替えることもあった。12月6日の統合大臣発、野村大使宛て伝報を例に示す。mscfcmigioboega, kiwob eigawany, tjisurujikipt. k t e w a o t t e b e t u n idnpsubekimomig, ibtnsetonou t, n s、e、t, t o n o u 暗号化と複合は、各文字が母音か子音かによって、次の2種類に分けて行われた。機構の概要を示す。各スイッチは1方向だけに1大回ずつ回転し、逆転機能はない。開示する文字が6字側。 二十字側のどちらであっても、六字側スイッチは一文字を開示するごとに一段階進み、その周期は二十五字である。二十字側の三つのスイッチ、i,e,e e に六通りの駆動モードを設定した。開示する文字が六字側、二十字側のどちらであっても、一文字を開示するごとに、i,e,e e のうち一つだけが一段階進む。従来、 パープル暗号機のスイッチは、オドメーター、距離計のように駆動し、その周期は252525 25 25イコール15625字とされてきた。しかし、実際はやや複雑である、詳細は、不評に、を参照。田辺義平らは、パープル暗号機の強度評価を、東京大学の数学者、高木貞治博士に依頼した。高木博士の、超異常の変化があることは、 間違いないが、それ以上の正確な計算はちょっと出ないと回答。海軍は、暗号解読を知らない数学者の評価を頼りに、暗号機を正式採用したわけである。ザチャット NWKCC、マベンズダウィータドックイムンブブヨ WB ルクスアティルバ、んとプクノワ p ールシ VRTPJ、カウフムドスクトスイズエレドブワグバフォッシュウルブフブ。キーボードからの入力。 ノックティキシックハブランプディクジョスベワックスフスイッチへの出力エーブシディフジケレメンプケスティービワックススフォベタタケット足に無意味なマックスイーワーを売ベべしフィックスフシーケーゼ k z z ルダックスウフフフェイ外国語の始まり叩き出しに無意味な文字を入るべし戦後から半世紀近い現在でも日本国内では諸説が入り乱れているここでは印の説を採用する ポイントシーンの開示が分離されていたかどうかは、パープルが実際に理論解読できるか否かに関わる重要事項である。レッド暗号の安全性の項目を参照。暗号化アルゴリズムとその理論解読法については、ウェズ・フリーマンらの論文やアラン・ジー・コンハイムの著書が詳しい。また、米海軍資料である、RIP77 チェンジ4、インストラクションス4 m 五 オレンジディプロマティック B マシン、アーミーパープルマシンには、パープルの運用解析がまとめられている。さらに、海軍技術研究所によれば、前世大機である91式ン時機の海外用、オーブンを、海外電報料金削減を目的として二重式に、したとある。オーブン用ン時機は、暗号強度を犠牲にして、電報料金が安いアーティフィシャルワーズ。 ボイン死ン分離開示しようとする方針が当時からあった。また、アメリカ国家安全保障局の博物館には、手動式のレッドモゾーキが展示されており、これも6時と20時に分かれた20式のスライド、多表である。パープルは、同世代の暗号機に比べて、ユニークな特徴があり、それが、長所や短所にもなった。いずれの暗号機も人が紙と、 ペンでできる暗号化作業を省力化しただけである。機械的な方法で多数の開示表、多表を作る方法は大別して2種類ある。順変式暗号機において、可動部品が同じロータという名称で呼ばれることが多いが、パープルのものはエニグマやレッド暗号のロータとは性質が異なる。可動部品の呼び名や外観の違いではなく、それぞれが生み出す。 多表の相対関係に注目して分類、比較すべきである。以下ではパープルのものをロータリーラインスイッチと呼んで区別する。一般に多表では各文字が均等に開示されることを目指している。しかし事情により開示に制限がある暗号機があり、利便性と引き換えに解読されやすくなった。プラグボードは機械式暗号の中でも電気回路を利用した。 暗号化を行う電気機械式暗号に用いるアタッチメントである。後付けしやすく簡単な構造で過激約数を膨大に増加できる。なおプラグボード自体は単一開示式暗号を行うだけで単体仕様は実用上ありえない。パープルの弱点はいろいろあったが致命的なのはレッド暗号と同様に6時と20時に分けて開示したことである。いい。 11.75%、11. wnqorlhuerjo,、e、z e t n o x u w a o, o g tfvxownsdgre, hmapkcyabccsne, o p z u y j n d q c x g k qwllouiibfqgug, rpqthegovrnm,、e e n、g、t o f t h e u n i t e d s t a t e s r e g a r d i n g t h e a d j u s t m e n t a n d a d v a n c e m e n t o f j a p a n e s e この推論を続けると以下の系統図が得られ26字全てが同じグループになる6字と20字に分かれないのでこの重ね位置は企画される wnqorlhuerjo,、e、z e t n o x u w a o g tfvxownsdgr, e hmapkcyabccsne, o p z u y j n d q c x g k q w l l o u i i b f q g u g rpq.wnqorlhuerjo, zetnoxuwaoog, tfvxownsdgr, e hmapkcyabccsne, o p z u y j n d q c x g k qwllouiibfqgug, rpq.fick, 第電ホーク極秘キット起電 fov, fix, cc 会。20時。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。